輸出のために港へ運ばれました。 JR 北海道の北斗星や浜那須などを牽引した DD51 型機関車が札幌から室蘭市にある室蘭港に運ばれました。この機関車は来年の春ミャンマーに向けて輸出されます。まあ、ミャンマーに輸出されてくるということですけど、うん、まあ、今出てた写真はまあ参考まで の, あの車両なんですけど、この車番かどうかはちょっと分からないですけど、まあね、北斗星できた時に青く塗られた DD51 がということですね。室蘭から出てくるんですね。そうですね、港、あそこは港の近いところまで線路あるんで、そこから直接出し入れとかしやすいということでね、引退はしても海外で、ね、活躍してくれると嬉しいですね。そうですね、うん、はい。